アルフレッド・サリー将ワクチの戦いは、1864年8月7日から9日に、アメリカ陸軍、アルフレッド・サリー准将が、ダコタ淳州で、ラコタ族、ヤンクト内族、ダコタ数族インディアンに対する遠征を行った、間に起きた戦闘である。現在のノースダコタ州、メドラ市とセンティネルビュート市の間で起きた、1862年のダコタ戦争で始まった、 紛争の延長だった。サリーの部隊は悪地を通って進軍し、スー族から大した抵抗も受けなかった。1862年のダコタ戦争の後、アメリカ合衆国政府は、スー族の戦争に参加しなかった者たちも含め、懲罰を与え続けた。1863年、ダコタ巡州に向けて行われた大掛かりな軍事遠征によって、 数族の大半をミズーリ側の西岸に追い出したので、ミネソタ州やダコタの東部は、白人開拓者にとって安全な地帯となった。数族に対する、さらなる軍事行動を行う重要な動機として、近年、モンタナやアイダホで発見されたばかりの近郊源との通信線を守りたいという願望があった。アメリカ人近最高者のライフラインは、水族領土の中心部を通るミズーリを行き来する、 上気船だった。1863年から1864年にかけての冬、サリーの上官であるジョン・ポープ少将が、サリーに、水売川沿いと両ダコタの東部に、いくつか、砦を構築し、近郊源への通信ルートを確保し、水売川東岸の開拓者に対する数族の脅威を、取り去るよう命令した。サリーの軍隊は、 平原インディアンに対して起こされた遠征の中でも最大のものであり4000名以上の兵士で構成され、その多くはミズーリ川やイエローストーン川に沿って支援し補給を行う役割があった。サリーは1864年7月7日には現在のノースダコタ州のミズーリ川沿いにライストリデを基地として構築した。そこからは2200名を率いて、 ダコタ巡州西部に入った。7月28日に起きたキルディアさんの戦いでは約1600名のスー族戦士集団を破った。この戦闘の後、スー族はその女性や子供を連れてキルディアさんの西にあるアクチに参加した。そこは現在セオドアルーズベルト国立公園の南部が入っている場所の近くである。ダコタのアクチは深く通り抜けが絶えた2頭。 高く岩がちな丘が特徴である。サリーは食料に不足するようになっていたが、数族の追跡を継続すると判断した。ブラックフット族の偵察が、サリーの市長隊でも通り抜けられる、悪地を通る道を知っていると言っていた。サリーとその部隊は休息後に、前方に広がる、見知らぬ土地に踏み込むことになった。その目標は悪地を抜けて、数族の追跡を続けることであり、 また北に行軍してイエローストーン川に達すれば、食料を満載した二隻の蒸気船が待っているので、補給を行うことだった。サリー隊はハート川を上流に向かい、8月5日にあくちに入った。限りないように見えた平原に沿って1分間、回り込むと、次の兵士と馬は、狭い峡谷と邪悪な斜面の迷路に迷うことになったサリー隊と共に、 金最高者とその妻や子供たちの入馬車隊が同行していた。悪地の警官、サリー隊がこの難しい地形を通って数族の追跡を続けた。現在はセオドアル・ウズベルト国立公園の近くにあるラコタ族の指導者、シッティングブルは悪地の戦いに参加したインディアンをハンクパパ族、サンサルク族、ミニコンジューラコタ族、ヤンクト内族などと記していた。 8月6日、サリー隊は、リトルミズーリガーの騎士で宿営した。翌朝、数族の小集団が、アイオワ第7騎兵隊の馬群を襲い、連隊の一個中隊を待ち伏せすることで敵をあらわに、した。数百人の数族戦士が、サリー隊宿営地に近い丘の上に現れた。大砲の砲弾数発で彼らを追い払ったが、兵士たちは、神経質な夜を過ごすことになった。 翌朝、サリーとその部隊は悪地を抜けて、進撃を続けた。サリーは防御について最大の注意を払ったが、サリーの推計では千名にも及ぶ大勢のインディアン戦士が前面や側面の崖や丘に現れた。インディアンは矢をサリー隊に降り注がせ、サリー隊に重大な危害を与えるべく近くまで忍び寄ろうとし、 岩がちな地形に3マイルも4マイルも並んでいることがあった。サリーは大砲で応じさせ、また、いくらかの騎兵にも反撃させた。数族による襲撃は、決断的なものよりも散発的なものだった。この日の終わり近く、サリーのブラックフット族石膏が負傷した。8月8日、数族による抵抗があったにもかかわらず、サリー隊は約10マイル前進した。 翌日、その前面に、大勢のインディアンが嫌がらせをしようと待ち受けているのに、出くわした。正午ごろ、サリー隊は悪地を抜け出して、大きく平坦な平原に出てきた。砲兵隊を動かし大砲を据える空間があったので、まもなくインディアンを追い払い、戦闘は終わった。サリーは大きくて、放棄されたばかりのインディアン宿営地の跡を発見した。インディアンたちは明らかにあらゆる方向に逃亡していた。 サリーは、この戦闘でのインディアンの損失を100名と推計した。インディアンは常に遠距離から監視していたので、これは過剰に評価したものである。サリー隊の損失は、ブラックフット族のスカウトと一ダースほどの兵士が負傷したに止まった。悪地の戦いでの数族の戦術は、戦闘というよりも走りながらの小競り合いであり、アメリカ軍兵士に嫌がらせを行い、その進行を遅らせ、 兵士や馬から水を奪うことだった。この戦術は、サリー隊が乾燥した荒野を抜けて50マイルほど離れたイエローストーン側に到着して、敵対感がなくなった後で働き始めた。兵士は食料が不足し、コーヒーは一人一パインとしかなく、毎日アルカリ水で過ごしていた。遠征に連れて行った家畜は、乾きのために大量に死んだ。8月12日、部隊は、 イエローストーン側に到着し、そこで物資を積載した二隻の蒸気船を発見した。馬のために、資料の草も水もないという難しい状況にあったので、サリー隊は、その後下流に動き、イエローストーン側とミズーリ川の合流点に作った、ユニオン砦に到着した時に、数族が押し寄せて、砦に属する馬を二頭を残してすべて盗んでいっていたことを発見した。馬に不足し、 兵士たちは疲れきっていたので、サリーは、スー族に対する遠征を続けるという作戦を止めることにした。1864年のサリーの遠征は、敵対的なスー族の大半をミズーリ側より西に追い出し、パウダーガーカントリーやブラックヒルズの強固な地に押し込めることになった。アメリカ陸軍は1865年に再度、パウダーガー遠征と呼ぶ大掛かりな軍隊を派遣したが、 これには、インディアンの方が抵抗できた。ありがとうございます。